ランドグライダーは日産自動車により開発された電気自動車のコンセプトカーである。2009年10月の第41回東京モーターショーで発表された。都市内での利便性を高めるため、全幅を必要最上限とした前後二人乗りの電気自動車であり、旋回時の安定性確保のため、最大17度まで左右に内傾することを特徴としている。 この際のグライダーが滑空するような三次元的な操作感が社名の由来となっている。モーターは2つ搭載され、左右の後輪をそれぞれ駆動させるシステムをとっている。またバッテリーにはリチウムイオン電池が採用され、床下に配置されている。格和はボディから独立したスパッツ状のサイクルフェンダーと共に稼働する。前輪は直線的に上下動し、後輪は トレーディングアームにより、円弧状に動く。コーナリング時に内側を縮め、外側を伸ばすことで、最大17度までの傾斜を可能とした。傾斜制御は3次元センサーにより最適化され、それにより、人が走ったり自転車で走行する際の動きを再現している。車輪にキャンバーがつく動きを妨げないよう、タイヤもトレッドが円弧状の二輪車用となっており、また、 旋回時の相互角も少なく済むため、ステアリングホイールは、飛行機の操縦管のような形状としている。発表が行われた第41回、東京モーターショーでは、リーフ、NV200 ベースの EV、インフィニティブランドの小型 EV に次ぐ、日産自動車の4車種目の、グローバル量産電気自動車として、同車のようなモデルが検討されていることが発表された。なお、このモデルは、 日産自動車と同社の関係企業であるクリエイティブボックスにより共同開発された。ありがとうございます。